はい、皆さんこんにちは、一輝です。マリオストーリー実況プレイパート32始めていきます。じゃあ今回は火山脱出したからフラワーランドに行くための種をもらいましょうと、ついでにこれももらいましょう、お宝で。花の種もらいに来たよ。よ、こんにちは。元気かい？え、俺の種が欲しいのかい？ありゃしまった。ついさっきチャール…おー、てめえ、チャールズというおじさんにあげちゃったよ。すまないな、俺は気配がいいから何でもあげちゃうんだよ。クソ野郎。さっき、アイスの力もういらないはずだからな。次々、自信はいらねえかな。体力なくなると危ないから、ちょっとハッピーハンドつけとこう、一回。これもつけとこう。火山のお宝渡すよ。おう、マリオ君、これはお宝ではないか。一体どこでどうやって。いや、それよりこれを私にくれるというのかね。もちろんくれるのかね。本当にいいのかね。君は5本、本当に素晴らしい。ありがとうマリオ君。そうだマリオ君、俺にこれをあげよう。不思議な種、ジャングルを探検中にフラワーさんからもらったんだよ。何やら貴重な種らしいなのか、私にとっては興味ないものでね。いや、お宝が手に入ってもうこれでこの島には思い残すことはない。素晴らしい探検だった。これは考古学の歴史に残るだろう。さあマリオ君、キノコダウンに帰ろうではないか。じゃあ戻りましょう。この上なんかあった気がするな。あ、ここにいるのか。よし、戻ろう。ちょっと待って、その前に回復アイテム買っとくか。じゃあファイヤーフラワー持ってたよ。ファイヤーフラワーいらねえ、間違えた。売りに来た。ファイヤーフラワー売ります。キノコ買おう。キノコ、キノコ、キノコ、キノコ。もう買えないね。じゃあこんだけ買っとけばいいでしょう。よし、近い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 。よし、じゃあ、いやいやいや、マリオ君、君が来るのを待っていたよ。さあ一緒に帰ろうではないか。キノコタウンに帰るんですか。じゃあ乗ってください。素晴らしい冒険だった。さらばジャンボルト、また会おう。うおー、なんか来た。すげえバタ足で泳いでるけど。ぜーぜーぜー、放置してった。やったぜ、俺は泳ぎ切ったぜ。よしマリオ、お前と決着をつけてやるぜ。なぬ、どこへ行くんだ。マリオ待て、逃げるなんて卑怯だぜ。くそー、あの
の距離を片足で泳ぐってすげえ辛いと思うんだけど。無視じゃん。かわいそうだな。お、戻ってきた戻ってきた。よし。ふい、やっと到着だ。マグロの背中に乗ってるのも疲れるもんだね。今回はマリオくんにお世話になりっぱなしだったね。いや、ありがとう。私はとりあえずのこのこ村に帰るとするよ。妻も待っているだろうしね。またどこかで会えるかもしれないね。ではごきげんよう。もう来んなよ。うおー、やっと気づいた。ぜえぜえぜえ、もう当分泳ぎたくないぜ。さあマリオ、今度こそ勝負だ。おりゃー、ぜえぜえぜえ、行くぜ。覚悟しろ。体力40から20へ。はっ、しまった。泳ぎすぎて体力がなくなっちまったぜ。体力がないのは気合でカバーだ。行くぜ、パワーアーム。おい、しかもその2つはまずい。お前の攻撃方法はよくわかってるんだぜ。どうだ、これならお前浮かせに攻撃できないぜ。俺って頭いいぜ。今度もそれの勝ちだぜ。なもんよ。まずこれするよね。ここはっぱだ。海を泳いで追いかけていたんだね。すごい根性だ。最大 HP40。 もう攻撃高いけど防御はそこそこだね。頭にトゲつけて飛んでるから踏んづけるとダメージを受けるよ。今回は手強そうだ。でもなんだか疲れてるね。ここはジャンボルトの間を泳ぐと疲れるの当たり前か。直接攻撃するにアイテムなんかで離れたところから攻撃するのが良さそうだね。もよ、チャージだろ。ハッピー。あー、でも高い。チャージ、ハッピー。レサレサ、チャージ、ハッピー。これで1だけど食らう。回転して落ちねえかな。そう、そんな攻撃で来るとは。なんか回転しすぎてピオルとかねえのかな。なんで終わるんだけどね、これ下から。じゃあこれで終わると思いますが、はい、おしまい。ゲット。3か。はっ、よく考えてみると島まで飛んで行ってれば無駄に体力を使わなくてよかったのではないか。そしたらマリオにも楽勝で勝ったかもしれないぜ。頭悪いぜ。楽よし、変えて、なんだっけこれ。船乗りスペシャルランチ、キノコパスタ、海の幸のスープとサラダ。いらないね。よし、やっと持って、おお、いる。マリオ、お兄ちゃんのことよろしくお願いします。なんだよクリコ、生意気だぞ。いいだ、おお、あれ、クリパパどこ行った。ほうほう、そのうち家にも遊びに来てくださいねと。ははは、いいね、怒られてる。
うるさいぞ。お兄ちゃんがいじめるよ。まあいいや。あ、ちっこいのがいる。まあ、そしたらこっち行って。あ、メープルキノコ作っとくか。ちょっとアイテム欄圧迫しすぎるので、メープルキノコを作っとこう。よし。4つあれば。なんとかなんだろう。よし。間違えた。これじゃない、これじゃない。メープルキノコ S。よし。あと2つ。メープルシロップ。いや、ちょっと一回やめとこう。フラワーランドの前にバッチなんかいいのあるかい。なんだこれ、まだハード増えるか。ハード増える、フラワー増える、ジャンプチャージはちょっと使えるかもしれん。これはいいや。これちょっとオズモン戦はちょっと必要だからな。フラワーランド変な奴らのせいで大変なことになってます。お願いです。私たちを助けてください。フラワーランドというお花の国からフラワーさんがやってきたの。フラワーさんの話では、フラワーランドのお花さんたちがひどい目に遭っているんですって。フラワーランドにどっかにいるフラワーさんがくれる種が4個必要らしいわ。そうです。ここで今までもらってきた種が必要です。お願いマリオさん、フラワーさんを探して種をもらってきてほしいの。種を持っているフラワーさんがいる場所はである万能だな。じゃあ一回一回埋めるのめんどくさいんですけど、まとめて渡せねえのこれ。ちゃんと場所も決まってるみたいだしね。よし、3つ目。最後の4つ目は、種をもらってきてくれたので私とっても嬉しいわ。はい、4つ。 OK。 あ、チャールズ後ろにいる。ピー、扉が出てきて、キャー、お花が咲いたと思ったら扉が出てきたわ。きっとこの扉から花の国フラワーランドへ行けるのね。マリオさん、フラワーランドのお花さんたちをどうにか助けてあげて。はしたいんだけど、ちょっと待ってくれ。何、どうしたって。この先のポカポカロードでゼニの子か。あいつ強いんだよな。まあいいや、放置。ゼニの子邪魔なんだけど、もうちょい強くなったら挑むか。よく眠れましたか。いってらっしゃいと。フラワーポイントが、そういえばさっき願うのバッジつけたよな。願うを外して、ここでジャンチャージですよ。次はそろそろ強くなったので、一回この上でちょっと腕試ししたいんだけど、なんだっけ。あ、思い出した。ここら辺のどっかにあったはずなんだよ。もういい。
めんどくさいなあれ、一回一回出んの。よし、キーのポンは僕に話しかけてってこと、何か聞きたいのかい。こんな話はどうかな。空の体に星の国があると言われてんだ。スターの杖という宝物があってね、星の杖の中で強く美しい心を持ったら者たちが聖と呼ばれる。スターの杖を使って世界に住むみんなの願いを一生懸命叶えてるんだ。ほう、あなたはキノポンさんですね。パレタと言います。手紙を渡そう。お届けしました。なんだろう、ジャンボルトだね。受け取りました。よし、星のかけらゲット。おブックに変えて、ここで、あれだっけ、あれ取るのにどうし、あ、土管入んなきゃいけなかったっけ。あ、いいんだいいんだ、全然問題はねえや。ちょっと土管は放置しましょう。よし、で、これ土管どこに繋がったっけな。あ、ここにスーパーがあったのか。ここはちょっとおブック大事だわ。びっくりしても。敵の数が多いんだよな、あそこ。それは分かってるんだけどね、どうだったか忘れたんだよ。手当たり次第に、あった、ここだ。オッケー。クリオに変えて、ちょっと腕試し行こうかね。ごほごほ、参られたの。本日は挑戦するリーアイアイさー、わっかりやした師匠。得意技、いきまーす。あ、変身しやがった。負けきるよ。B が負けたオイラ、最大 HP 吸収。あんな感じなの、似てるかな。好きと物資料を使ってくる。そういうところもオイラとしてはあの、オイラより強くなってマリオを助け合えるようになるんだ。それがオイラの願いだよ。正直、ハンマーあるので、チャージしまくったら勝てるんですよ。マリオだ。大魔王クッパにさらわれたピーチ姫を取り戻すために、襲いかかってくる敵と戦い続けてるんだ。マリオの説明、それなんだ。連続ジャンプが成功するかどうかです。あ、でも頑張ればいける気がするこれ。うっく、なかなかやりますね。飛んできた。じゃあ終わり。よいしょ。チッチッチッ。うむ、マリオ殿の勝ちでござる。いいよ、もっと精進せねばならぬぞ。よし、マリオ殿にはこれを差し上げよう。二段の証。いつでも挑戦するしに来るというでござる。魔法。じゃあ、次は、今度か。よし。回復。
よく眠れましたか、元気でいってらっしゃいと。セーブしましょう。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。